はいこんにちは言葉のファンタジースタンマイミです私の部屋へようこそ今日は、えー、毎日何にフォーカスしてるフォーカスするか意識するか自分の意識の中を自覚的に意識的に 幸せな自分の望む方向に持っていくっていうことが大事そしていつもどんなエネルギーを出してるかどんな気持ちを出してるかっていうことが大事なので、えーまえー、たまにライブ配信で話しているいい気分になる言葉を私がこれから喋りたいと思います。何度も使っっってくくださいよかたたら元気がなくなった時にでは、えー、これを見てる皆さんに届けますね。 あなたは毎日幸せになっていきます。あなたは素晴らしい。あなたは唯一無二の存在です。あなたは世界中から愛されています。あなたは世界を照らしています。あなたは美しい。あなたは輝いている。あなたに出会えて幸せです。あなたはこの世の創造主です。あなたはこの世界の宝物です。あなたは才能に満ち溢れています。 あなたは天才です。あなたはミューズです。あなたのファンは数えきれないほど世界中にいます。あなたは実践者です。あなたはすごい。あなたは宇宙が作った芸術品です。あなたがいるだけで世界を幸せにしています。あなたの可能性は無限大です。あなたはいつも安心しています。あなたに会うと人は勝手に幸せになってしまいます。 あなたはあなたの世界を自由に望んだ通りに作ることができます。あなたの主人はあなたです。あなたはますますきれいになっていきます。あなたはますますかっこよくなっていきます。あなたの笑顔の虜です。あなたは必要なものをすべて持っています。今必要なものはすべてあなたは持っています。 あなたは選ばれたた存在ですあなは想像がつかないほど猛烈についています。あなたはとってもキュートですべての人を魅了します。あなたにはできる。あなたはどんな状況も楽しむ知恵を持っています。あなたはどんな状況にいてもあなたの心はいつだって自由です。あなたは好きなことを選ぶことができます。あなたの心の状態もあなた自身が選ぶことができます。 あなたは素敵ななな仲間に囲ままれていすあたはんだかわからないけどどんどん健康になってきます。あなたはなんだかわからないけどどんどん幸せになってきます。あなたはなんだかわからないけどどんどん豊かになってきます。あなたはなんだかわからないけどどんどん魅力的になってきます。あなたはなんだかわからないけどどん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 ハッピーになっていきます。あなたはとてもリラックスしています。 あなたはなぜだかわからないけれども欲しいものがどんどん入ってきますあなたは豊かさであふれていますあなたはどこでも自由ですあなたは何者でも自由ですすべては最強最高のタイミングでやってきていますあなたは常にチャンスに恵まれていますあなたにあらゆる角度から豊かさが流れ込んでいきますあなたは幸せ者ですあなたは本当にいつも元気です そしてその心が人々にも伝染しみんな幸せいっぱいになって包まれていきます。ということでいい気分になったかななったら嬉しい。その気分で今日一日をスタートしていきましょう。眠る前にも聞いて今日一日をリセットしていい気分になってから眠ってください。今この瞬間に何を放っているかっていうことがあなたを作っていきます。ということでご視聴ありがとうございました。では、アディオース